複製人間。ごめんね、遅れちゃって。また挨拶なしなの？これが私のやり方だ。はいはい、あなたの言う通りです。早く本題に入りましょう。わかった。早速だが、最近現れたクローンに関して調査結果をつかめた。この学校のエネルギー波動異常とも関係があるみたいで、瑠璃の協力が必要だ。へえ、エリカに処理しきれないことがあるとはね。ESP モニターステーションに行けば話がわかるよ。これって一体どういうこと？学校の超能力モニタリングタワーはオーバーロードになってる。誰かがこのモニタリングタワーを利用して、こっそり生徒たちから遊離しているエネルギー分子を収集しているに違いない。もしかしてクローンは全部このエネルギーから作られたエネルギー体なの？その通り。向こうの目的はまだわからないけど、ルリ、一刻も早くモニタリングタワーのオーバーロードを直さないと。どうして私が？ルリの超能力が適しているからだ。私はここでエネルギーの波動を監視する。ルリは早くなんとか A ブロックの屋上に潜入してくれ。随時連携を取りながら、ピンチの時は助けに行くから。もう、めんどくさい。また。うるさいな。彼らのエネルギー波動は弱い。おそらくただの C 級クローンだと思う。
なるほどね。じゃ、行きますよ。
Thank you.
Thank you.
あら、お見事ね。すごい後輩だわ。あなた誰？私はスタイリッシュでかっこよく、パワフルで力持ち、少女たちに愛されるゲイ。バカなの？どいて。プレミアムプランのために君に消えていただくしかないわね。もったいないけどね。ショータイム。君の能力は大したものね。それは認めてあげる。バイバイ。くっそ。